新聞紙面を飾る写真。今では海外の出来事もすぐに掲載されているが、かつては国内の出来事でさえ何日も後に遅れて掲載されるのが当たり前だった。昭和の初め、欧米の技術者が写真を正確に瞬時に送る技術を研究する中、一人の日本人がその開発に成功した。丹羽安二郎、その人である。昭和4年1929年、丹羽安二郎36歳の時に特許権を得た有線写真伝送装置。当時先端を行く欧米の技術をしのいだ日本初の写真伝送装置である。写真伝送装置ができる前、新聞の写真は列車や飛行機などで運んでいたため、遠くで起きた出来事を写真で載せるには数日間かかった。日本電機株式会社で写真伝送装置を開発していた安二郎は、簡単な取り扱いでいかに早く正確に写真を送ることができるか、日夜研究と実験を繰り返していた。その安二郎のもとに大阪毎日新聞から思わぬ話が舞い込む。昭和天皇の即位式の写真を東京と大阪の間で伝送するのに、うちの装置を使いたいそうだ。写真伝送の仕組みは、1枚の画像を細かいマス目に分け、その一つ一つのマス目が白なのか黒なのかを識別し、信号にして送る。受信機側は送信機から受けた信号をもとに、白い部分と黒い部分を同じように再現し、画像が出来上がるのである。欧米の技術が最先端だった当時、日本の機械を使うのは大きな賭けで、他の新聞社はヨーロッパの装置を使うことになっていた。もしうまく写真を送れなかったら、日本の技術はやはり外国に劣っていると思われてしまう。安二郎らは日本の技術者の誇りをかけ、毎晩徹夜で念入りに機械を調整し、世紀の大ニュースに備えた。そして昭和3年1928年11月6日、京都に向かう昭和天皇の馬車が皇居を出発。運命の瞬間である。頼むぞ。丹羽さん、やりましたよ。素晴らしい。撮影された写真は、安二郎らが開発した NE 式写真伝送装置を使って東京から大阪に送られ、ヨーロッパの装置を使っていた他の新聞社より1時間も早く号外として大阪の街を駆け巡った。安二郎はその後も研究を続けて写真伝送装置を改良し、日本の技術が世界の最先端にあることを世に知らしめた。安二郎が開発した技術は、現在使われているファクシミリの開発の元にもなるなど、国内の電気通信界に大きな刺激を与え、世界に誇る日本の技術へと大きく発展していった。